日中国交正常化50周年、日中平和友好条約45周年記念公演、日中合作音楽劇リコーラー花と花、エグゼクティブプロデューサー、演出、振付、そして天笠雅彦役を演じさせていただきますラッシンズです。日本と中国で、大変記念となるこの年にですね、稽古が始まり、そして公演もですね、記念の年に上演できます。日本人と中国人が力を合わせて合作でこの作品を作り上げます。一人でも多くの方に見ていただきたい作品になっております。天笠雅彦役はですね、前撮影所で、統括をしております。人として日本人としてすごく母国を愛しています。その思いをですね、切ない気持ち、愛している気持ち、それを天笠を通して、演じていきたいと思っておりますので、大切に演じる天笠、楽しみにしていただきたいなと思っております。本作はですね、日本人と中国人が力を合わせて一つの作品を作り上げます。キャスト、スタッフ、力を合わせてこの大切な作品をこの記念の年に、作り上げますので、一人でも多くの方に見ていただきたい作品です。大切に務めさせていただきます。ぜひ劇場でお待ちしております。よろしくお願いいたします。